新春を迎え、劉備は吉日を選んで再会沐浴し、画寮校にある諸葛亮の草案を尋ねる準備を始めた。兄者、いい加減になさってはどうですか。兄者は二度も自らお出向きになり、十分に礼を尽くされました。それなのに何の連絡もないというのは、諸葛亮なる人物虚名ばかりで実がないので、我らを避けておるのでしょう。その通りだぜ。兄者が行くことねえよ。あの野郎がこねていんなら、俺が朝縄で踏んじまってしょっぴいてくるぜ。お前たちは姓の観光や州の文王が賢者に礼を尽くした故事を知らぬのか。もうよい、私一人で行く。お一人では危険です。それがしも同行いたしましょう。一人が行くなら俺も行くぜ。行くって、たくしょうがねえな。では欲得、くれぐれも失礼のないようにな。わかりましたよ。おう、諸葛金殿、兄上はご在宅か。これは劉将軍。兄は昨日の暮れに帰ってまいりました。あ、劉備様、先生は今お昼寝中ですけど、起こしてきましょうか。いやいや、構わぬ。お目覚めまで待たせていただこう。あの野郎、なんて無礼な奴だ。ずっと兄者を開花に立たせておいて、てめえは昼寝で高いびきだ。我慢ならねえ。俺が裏に火つけていぶり出してやる。それでもタヌキ寝入りを続けられるかってんだ。これ、よさぬか張飛、静かにしておるのだ。何やら外が騒がしいが、来客か。先生、劉備様がさっきからずっと待ってるよ。何？劉備様が？なぜすぐに起こさなかったのだ。だって劉備様が起こさなくていいって言ったから。そうか、では劉備様をお通ししなさい。お初にお目にかかります。私は劉備、あざなお玄徳と申します。やっと先生にお会いできました。将軍、領土のご来訪には留守の失礼を働き、本日は昼寝の無礼を働きました。誠に申し訳ございません。いやいや、こちらが勝手に尋ねたのです。お気になさらないでください。お手紙を拝読し、劉将軍の民を思うお心には感服いたしました。されど私は若輩にして才なく、とてもご期待には応えられません。そのようなことをおっしゃらずに、いかにすればこの乱世を収められるか、どうかお教えください。劉備様、では愚見をお聞きいただけますか。おお、ぜひお聞かせください。諸葛亮は元凶を的確に分析し、常日頃から構想していた天下統一への方策を劉備に語った。北は百万の兵と天子を擁する曹操に譲り、天の時を示させ、南は江東に地盤を固めた孫権に譲り、地の利を示させます。そして将軍は養父の地であるこの慶州とその西方、天府の国益州を抑え、人の輪を締めるのです。かくして天下を三分して力を蓄え、やがて中原が乱れた時に兵を起こせば、官室最高の大業も叶いましょう。先生のご講説を拝聴し、まさに雲間に青空を見る心地です。どうか私に力をお貸しくださいませ。わかりました。剣馬の労を厭わず、国事に微力を尽くしましょう。おお、ありがたい。孔明様、待ってくださいませ。私もあなたに同行いたしますわ。兄上、私も参ります。かくして三顧の礼により、諸葛亮は劉備の軍師に迎えられた。ついに画寮の飛翔する時が来たのである。